い、今お店に向かってます。1軒目このメンバーで一緒に今日はワイワイしていく予定です。ヤッホー田中夏樹です。はい、私は今青森県の十和田市にいます。今日ね、十和田で十和田グルメマップスナック巡りツアーっていうのがあるので参加するためにやってきました。こちらが大概要っていうかポスターね、なってます。で、あのね、これがね、なんとあのツアールールっていうのがあって、1時間1店舗、計3店舗のスナックを巡ってスタンプを集めるっていうルールがあります。ちょっと今日は女子大生とか新聞記者の人とかいろんな方々がいるので、その人たちと仲良くなっていきたいと思います。飲むぞ、行ってきますすげー楽しみ。初めてトワダで飲んで、初めてスナック、トワダのスナックってディープじゃないですか。めっちゃディープ。結構トワダってなんかディープだったし、面白そうなお店たくさんあるなっていうのは見てて、はい、そうだけど踏み込んだことがなかったから。なるほどですね。その時はあのうちのトワダオエラス観光機構が作ったオンライン飲食マップを使った方がめっちゃ分かりやすい。スナック、バーン、居酒屋、全部分類しててマークが違うんですけど、でこれがトワダの、飲食マップになるんですけど、グルメマップですね。でこういう感じの、これはですね、居酒屋になるんですよ。これ日本語なんと言います？焼酎、そうですね。でカクテルがバーになるんですよ。でこれ綺麗な女性のがスナックになるんですよ。なのでこの地図が GPS の機能ついてるんで、自分の現在地を確認することができるんですよ。今自分はここです。あ、すごい。そうです。で今はここの店に入ってるんで、さ、ノエル。わあ。って感じです。で次はいろんな店があるので、それを、スタッフを集めていくっていう感じです。わあ、楽しい。ちょっとこれを。食レポ、ごめん、もうマジ酔ってるから、本当に酔ってるからごめんなさい。クラムチャウダー、あれ、なんて言うの、スープ、合ってる、合ってる、よかったよかった。クラムチャウダー美味しいね。これをパンにつけてもいいよってスナックでパンって私なんかあんまり経験がないんですけど。いや、スナック出るんですか。いや、それが今回は特別に作ってくれた。え、特別珍しい気がする。つけて食べる。へー、すごい。お腹空いてたからちょうどいい。ママおすすめなんですか。ピンクとね、ブルーって3つあって。あ、美味しそう。じゃあそれください。一応あの十和田のスクラっていうなんかカクテルみたいなのがあって、それにちょっと似せて作ってるかな、はい、うわ、多分他のバーとかでも多分置いてるとは思う。へえ、うん、めっちゃ美味しい。なんか甘さもあるけどさっぱりさもあるから、うん、あ、すげえ飲めちゃう。いや、結構あの私スナックそんなに行かないんですけど。ああ、だしょうね。そうなんですよ。でなんか あんま分かってないから、スナックとパブとかバーの違いってざっくりどんな違い。どうなんだろう。結構、まあ、今のバーも、まあ、知ってるところだと結構あの食べ物とか出したりはするけど、意外にスナックって昔お客さんに言われたことがあるんだけど、スナック食べ物を出すからスナックなんだよって言われたことがあって、あ、うん、まあ、そこそこのあれにはよりけりなんだろうけど、どうなんだろうね。バーにはカラオケがないだろうし、うんうん、スナックはあの軽食っていう意味もあるんですよね。そうね、うん、軽く食べながらいっぱいお話ししたりカラオケしたりみたいな感じ。そう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 。今回だとこう大学生とかもいっぱい来てたんですけど、普段は
若い人来ます？来るとか来るね。お男性もだし、女性は女性だけのグループで来たりとか、二次会とかも一次会で来る時もあるし。お一次会か。そう。あの一応食べ物作って出してったりするから。お腹すいたって言って入ってくる人もいる。あ、それじゃあメニューなくてもそうその時でだからあるので良ければっていう。すごい感じ。初めての人が来た時にどういう楽しみ方をすればいいっていうなんかアドバイスありますか？まあ、お話をしたくて来ているものと、うんうん、あのあれじゃなくても私たちあのカラオケありますかとかってカラオケだけこうね、ガンガン歌う人もいるだろうし結構ね、でも会話は弾むのよ、いろいろ、うんうん、私女同士だから、うん、いろんなやっぱりこうあるじゃない、あのじゃあ化粧品だったりとか男の子ってどうしてこうなのかなとかこうそういう話がすごいお母さんに話を聞いてもらってるみたいな自分の親には言えないけど、うん、そう言えない、うん、けど、うん、いやこうってどうなのとか、うん、やっぱこれっておかしいのかなとかさ、経験値があるからこそ、うん、いろんな男性も女性もここで見てきてるからこそ聞きたいっていうのはめっちゃある。あと男の子がだんだん化粧だから結構スキンケアの話聞いてくるんです、うん、よく怒られながらね、また今日も怒られに来たのかとかって言いながらそうもうスナック初めての人とかちょっと興味があるけどまだスナックちょっとどうなんだ行っていいかちょっとまだ不安があるなっていう人のためになんかメッセージとかありますか？もう結構ね、あの若い子たちも開けるとここの料金システムどうなってますかって必ず聞いてくれるから、飲み放題ありますよって何時から何時までですよっていうのをやっぱりできるから、じゃあ中入ってお飲み放にしようかなと思ったけど1杯2杯飲んでちょっと様子見てからどうしようかなっていう子もいるので、全然お気軽に入ってきてくれれば、うちもほら結構お姉さんたちいるから、お姉さんっていうかいるから、やっぱりその年代によって違うよね。うちらはやっぱりもう母親目線だし、やっぱりもうちょっと下の女の子たちがいる時はやっぱり同じ感じの子とかさ、でこの間どうだったとかなんとかってやってるからさ、あとどうだったとかさ、めっちゃ言いたい、あれくじくじしちゃったやめちゃえそんなやつみたいなさ、そう確かに、はい、いいですね、いろんな、まあ、あのスタッフもいるので、ね、そうですね、あの気が出なく来てほしいってことですよね。そうです、あ、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。1軒目1時間あっという間に終わって今2軒目に行ってますめっちゃ早いめっちゃ早いよThis is Towada だよごめん、私今もうさちょっと酔い気味でなんか笑ってることしかできないが、2軒目ちょっとね、女子大生と喋ってないのね、だからなんかちょっとね若い子ともちょっと話したりできたらいいなとは思う。今日の目標、あとは2軒目のまま3軒目のママとも仲良くなる目標。んアムール、アムール、アムールさん、アムールさんでございます。いくぜ、アムールさん、ありがとうございます。やば、トワダのスナック、やば、馬肉鍋出てきたんですけど、最近ちょっとキラキラとしていきますイメージ私インのサジなんで、あーやっぱり、そうですよ、待って待って、待って、あ、全然ね、来るのはね、私女性だけでも全然いいし、大学の先生とかも来るんですよ。あの、ジムの方の人とかね、結構学生さん連れて来てくれたりとかする時もあるし、スナックといってもいろいろあって、その店によってはほらもう、あの、お通し的なところはもう手作りなんか出さないスナックもある。で、私は結構聞くんですよ。あ、うん、最初からお腹空いてるとか、うん、食べてないとかって言うと、はい、なんか作ってきたものを出す。そっちの方は良心的な気がする、うんうん、お互い気も使わなくていいし、だからお客さんによってはもう食べてきたからもう何もいらないっていう人もいるの、うん、そしたらまあこう、あの、豆とかそういうね、ミックスナッツとかそのぐらいで、うん、やっぱりその手作り感を喜んでくれるっていうのは、うん、あったりとか、うん、だから昨日もまあちょっとこう何人かでこう飲み会してたら、うん、お腹すいたって人があって2個目を出してあげたり、え、それも、まあ、事前に作ってて、そう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 、たまたまなんですけど私昨日
大皿でグラタン作ってきて、すごいあったので、お腹空いた人のためように、いやいや、たまたまあったとか考えられるの、すごい。でそしたら、あ、それ出して、はい、そしたらもうちょっとしたものだけでいいやっていう感じで、で出してあげて、そしたら次に来たお客さんたちにもなんかこうお酢をあげたりして、で皆さん喜んで食べてくれたから、もうそれで私はもう OK です。いや、もうここ来るとなんか第二のお家みたいな感じですね。だからまあよく言われるのは、ここ来ると落ち着くとか、ここ最後の店とか、いや、うまいとかじゃなくて、自分の中では好きで、はいはい、あ、この歌いいなと思うと歌いたい方だから、え、一応練習はするんですよ、はい、あのガイドメドレー使って、こうして誰もいないときに、あの一人で歌ってたりとかね、うん、覚えようと思って何回も同じものを繰り返したりとかね、なんていうの、キャラとかその年齢に合わないようなのでも、はい、いいなと思うと歌いたい方なので、あ、この歌いいなとかってね、お客さんが歌ったのを聞いてさ、はい、でそして、あ、ガイドはと思えば後で練習しよう。なんかその積み重ねが今のままなんですね。そうね、基本だから歌は好きなので、うん、あのいい歌は聴くより歌いたいっていう、うん、若い子なだろうと年配だろうと、うん、まあ関係なく向こうがこう、ね、答えてくれれば私は何でもしてあげたい方だから、うんうん、だからお腹空いてるって言ったら、分かったちょっと待ってて、うん、奥から出してきたりとかね。まだ時間あるので盛り上げていきよう。初めて食べた。いいぞいいぞ、ナイスコメント。誰も信じてくれないけど、多分どこのママさんたちもそうなんじゃないかなと思うけど、割と一人信じてやめて、意外こうやっていろんな人が迎えて、知らない人も来て話してると思われるから大丈夫だろうと思われがちなんだけど、私は人見知りなの、誰も信じてくれない。ただなんでできるかって言ったら、ここがホームだから、自分がやってるところに選んできてくれてるから話せるけど、まあやっぱそうね、知らないところじゃ何でも盛り上がらないし、話しかけないでって思う。だからまああんまりよそのお店は行かないけど、今夢があって手打ちそばを買っておそば屋さんになりたい。全然違う、スナックからの蕎麦屋、あの年齢的にお酒を飲みながらお客さんと話しする仕事っていうのはやっぱり限界が自分の体に来ると思うから、蕎麦大好きで食べに行くから、それを自分で作れるようになったらいいな。だから一度定年を残してあと8年じゃあもうじゃあその間にシュートして、で覚えたらちょっとここでも曜日を決めて、うん、何曜日はお蕎麦食べれますよ、絶対っていう日に来る、で、うん、でだんだんそれからシフトチェンジしていけたらいいかなと思って。うわー、いい夢だ、素敵。みんなに言って言えばなんか実現しそう、みんなにお蕎麦屋さんになるからね、私って。まあ、もうこうやってドリンク、酒場のスタンプラインとか、興味ある人とかに向けてなんかメッセージとかありますか？いろんな色のお店があるから、いろんなところを回ってみて、自分に合うお店を見つける。一杯ずつでいいと思う。1,000円、2,000円払って、
例えば今日はじゃあ3軒、うん、ここまで行ったからじゃあ次出る機会があったらじゃああそこ気になるんだよな、ここ気になるんだよなっていうところが多分看板がファーストインプレッションだと思うから看板見て気になるところに入ってみてすいません一杯だけもらっていいですかって飲んで出てきても全然失礼じゃないと思うからあそこはあのスナックのママ的にはま気にならないですか全然初めての人なんだったらなおさら、うん、ただ一番やってほしくない私が一番嫌なのは覗いて閉めて帰るあそれはよくないゴールデンウィークとかお盆の正月近くなると多いんだけどいくらで飲めますか私はいくらで飲みたいんですかって、はい、予算がみんなあると思うからいくらで飲みたいんですかって聞いたらまあ3000円ぐらいでだからうちは90分3000円飲み放題やってますからもしそれでよかったらその代わり私一人ですよ、うん女の子いませんよそれでもよかったらっていう8割来ないけど固執してるんだよでも2割それでいいですって言ってきてくれた人たちは今もお付き合いできてるあ、うん、あねでもそうだよね違うお客さんもそうでわざわざ信号村からわざわざ来てくれるもう地方面があって東京から来てるそうだねそうだそうだ遠いところから来てるはい、というわけで今回3軒回りましたもうね、今夜行ってお店どこも楽しかった初めましてのみんなとワイワイ話すのもめっちゃ楽しかったし何より良かったのはやっぱりママの人柄とかアットホームで落ち着く店内すごい心地よくてまた行きたいって思いました十和田酒場放浪マップに登録されてるお店に行くと最後に、ね、QR コードを読み取ってでスタンプが1個もらえるっていう仕組みになってます本当今後このイベントっていうのをこうやっていきたいっていうお話だったのであのいつやるのかっていうのはまだ未定なんだけどぜひねその日時とか詳しいことが決まったらみんなにあの SNS とかでみんなに宣伝お知らせしたいと思うので楽しみにしていてくださいそれじゃあおやすみ。私も酔いすぎてちょっとフラフラ。やばい。バイバイ。ありがとうございました。